ケースペック。レンズを取り出す際、傷がつかないようマスキングテープを貼ります。内張り剥がし、またはマイナスドライバーを使用し、レンズを取り外していきます。マイナスドライバーを使用するときは、先端にマスキングテープを巻いて、工具で傷がつくのを防ぎましょう。純正ウィッジ球を取り外します。ハイブリッド LED ルームランプの製品、ミラーコートのフィルムを外します。製品を取り付けます。点灯チェックを行い、点灯しているか確認してください。取り外した純正レンズを元に戻したら完成です。リアルームランプも同様に傷がつかないようマスキングテープを貼ります。ウィッチ球を取り外し、製品を取り付けたら完成です。ラゲッジランプも同様に、取り外す際、傷がつかないようにマスキングテープを貼ります。純正ユニットのレンズを取り外します。こちらも同様、ウィッジ球を外し、製品を取り付けたら完成です。